A 級特予選2組目6レースのスタート。5番宮城関戸勤迷わず前を取り追っていくのは1番の茨城堀正美です。その後少しずつ距離を詰めて2番東京鈴木雄一郎、3番佐川高橋則文、5番手から4番千葉根藤浩二上がります。6番広島小谷文康も上がっていき、1番後ろは7番車地元長崎の山口龍也であります。1周回目の3コーナー、まずは東日本1つ目のラインは4番千葉根藤浩二に宮城5番関戸勤千葉宮城勢です。3番手4番手が東日本2つ目は関東勢、2番東京鈴木雄一郎に茨城1番堀正美、そしてこの後ろに広島6番小谷文康が鈴木雄一郎と同期ということでこの関東の3番手を選んでおります。2周目に入って西九州勢初連携のコンビとなります。地元7番山口龍也に3番差が高橋則文、2対3対の形で2周目の2コーナーです。バック9本まくり際の連帯内容、4番の根藤であります。番手は5番宮城の関戸千葉宮城コンビです。早くも残り2周半から西九州勢動く。今季1年半ぶり2班復帰の7番山口龍也、3番の高橋則文と発電系のコンビが3、4番手の外並走関東勢を蓋をする状況に出てきました。3、4番手が並走に局面変わって開いて赤番標識打掌の周回です。山口龍也がまず取った手段は鈴木雄一郎を蓋をする動きに出てきています。4番根藤が先頭になるとちょっと開けながら3番手並走を確認しています。ジャン前の2コーナー7番山口、3番高橋、西九州勢が一旦前に出て下げて5、6番手から関東勢が叩いていく。打掌を迎えたジャン3コーナー2番鈴木、1番残り6番小谷、ここはライン3人が前に出て下げて6、7番手4番根藤、5番の関戸、千葉宮城コンビ、ジャン4角からここは長い距離踏んでいく。最終ホームで再度主導権を奪い返した。最終1コーナーでは並びが元1位戻った。2番鈴木は3番手、7番山口は5手踏んで6番手、2番手3番茶香が3車線空いた。3番手が2番鈴木優勝懸命立て直せるか。6番のホラーにはちょっと離れ始めた。西九州勢は苦しい状況だ。2センター3番手が鈴木は外へ持ち出した。1番の堀は4番手からコース真ん中でやっていく直線コース、4番根藤先頭、根藤先頭外からオート持ちましたが4番7番拾ってどうか、あとは3番5番も広がってどうか。ゴール付近でもつれました。2番車鈴木と1番車の堀であります。1番の堀選手がゴール本土手前で落車転倒して、係の方が今確認していますが、今堀選手の自転車のクリップバンドを外しているところでございます。ゴール前でアクシデントが発生いたしました。リプレイです。最後外から鈴木雄一郎が伸びて、そしてゴール前でアクシデントがありまして、その関東の外を並ばぬ山口を伸びていますが、1着争い内外広がって4番7番際どい状況、そしてその後ろの3番手争いもご覧いただきましょう。まず4番7番1着際どい状況のゴール戦、その後3番手入線は1番外から3番の高橋則文、最内5番の関戸が4着入線、雰囲気なんでしょうか。ゴール付近でアクシデントがございました。どうぞ正式な決定放送お待ちいただきたいと思います。アクシデントがございました。6レースお伝えいたしました。お知らせします。ただいまから佐世保競輪第6レースの審議 VTR を放映します。最終回第4コーナー付近における落車について1番および2番選手を審議しましたが、2番選手の違反に至らない内側への動きに対応した1番選手の走行により接触し発生したもので、共に失格とはなりませんでした。